おはようございます今日はね番組前に撮っております、はい、なぜならばはい、番組終わった後ベーンブラックナイトそうです今日のシーホースミカナイトゲームにそのまま向かいますのでアフターでなくてビフォアで撮っておりますけれどもはい なんだっけ前どこまで話したっけえ前がですね日本に留学から日本に帰ってきて、うんえー、スクールに通いました、はいえー、そこの先生に笑顔が気持ち悪いと <laughs> なんかお前にやるとすげえ腹立つな何 <laughs> だろうな光沢さんの笑顔が気持ち悪かったと言いたいこれを機になんかすげえ言いたい感じじゃんなんか <laughs> <laughs> そんなことないですその続き、はい、スクール編後編をちょっと聞きたいなと、はい、そ から、大変ですよね。だから、そんな自然に喋ることができない自分から始まってるので。うん、どんなスクールでは、どんなことを。をなんかね。あの、朝顔市にあなたはいます。で、そこのレポートをしてくださいみたいなやつで、原稿があるんですよ。ほうほうほう。やっぱテレビで使ってるの原稿が。はいはいはい。で、僕、丸暗記してったんですよ。暗記得意なんで。おお<ー>。さあ、こちら、どこどこで、中田に来ています。岸ぼ人の、なんとなく感じでございます。ちょうど、浅草で、今こちら、朝顔市をやっておりますみたいな、んなんか。 もう一語一句間違えない感じで全部覚えてたのもうめちゃくちゃ練習してもうはみたいな感じで先生からすると一語一句覚えてったのに何それみたいないや努力だけは認めてやると、はい、やってきたんだろうなっていうでも前に言ったように全然自然じゃないからってうんで自然に喋るっていう意味が全く分からなかったんですよはははいはい、はい今みたいにこうやって確かに確かに原稿通りバーって読んでたりすると結構不自然な ジップエヘムではクリスマスの25日水曜日までの期間ジッピーからのクリスマスソングのリクエストをたっぷりオンエアプレゼントも盛りだくさんのクリスマスリクエストウィークみたいな感じになっちゃうわけようんうん、うん、ちょっとこういうそうじゃないじゃんジップではクリスマスの25日までの期間クリスマスのソングのリクエストをたっぷりオンエアしますみたいなうん、うん、この自然感ができないというかそれがどうしたらいいんですかって言われてその時言われたのが。 まあ「笑っていいとも」見てるって言われて、まあ、たまに時間があればみたいな、うん、あの「笑っていいとも」に出てる全員の言葉を一回全部やってごらんってほ<う>、まあ、なぜかっていうと芸人さん含め役者さん含めみんなあそこに出てる人たち自然体で出てるから、うん、でそれが自然体ってものがどういうものなのか「まあ、笑っていいとも」分かりやすくそ例を出してくれたんだけど作り込んだコント番組とかお笑いの番組じゃなくて生放送で まあ、その人たちのキャラクターがどういうキャラなのっていうことが試されてる番組で芸人さんたちがいかに自然の素の状態で振る舞ってるかっていうのを勉強してもらんって言われてやりましたよ,したよだから。 笑ってい、はい、はい、るははたみたいななんかところがあっまってタモさんもやりながらタモさんもやりながらだーとか言ってなんかあの爆笑問題太田さんとかさはいろいろ、はい、オープニングでねいろんな真似をしながら真似というかまあちょっとそういうのを一回やってみるというのをやってみましたよねうんで。だん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 こういうことなのかなっていうのが分かるようになってきてで,でもそ,のそれと同時に発声練習もしっかり練習してたんですよ。はははい、はいい でそれはちゃんとやっててバイトも声が出せるバイトがいいなと思って何したんですかでホットペッパーを街角で配るみたいなね渋谷のセンター街のど真ん中で<ー>でしかもさっきの話で自然に喋ることができないイコール自意識が強くて、はい、恥ずかしいって思っちゃってるわけよねだからその恥をまず捨てなきゃいけないと思って、うん、で渋谷のど真ん中とかで ホットペッパーいかがですか、夜のおともにホットペッパーとか言って言いながら、すげえ配ったんですよ。そしたら、めちゃくちゃスカウト来たけどね。そう、君、どこの派遣会社ですか、<laughs> いくらもらってんの。<laughs> あつああ、ひょっとしたら、そっちの道に行ってたかもしれないです、七百五十円すみたいな。うち、うち持ち上げられるよって。マ <laughs> ジっすかみたいな。ああ、なるほど、じゃあ、声。 恥ずかしさの克服とか声のトレーニングっていうのは割とそういうバイトとかでもできた、うん、もう練習してたねであまりにも声がでかいもんだから向こうからぶわって人が来たと思ったら「あのうるせえ!」っつってああのあの, <laughs> あの,あの路上で生活されてる方に怒られた <laughs> 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 ああご, <laughs> ごめんなさいっつって「ごめんなさい」っ難しいですよね <laughs> その辺りもねはいあ じゃあ、声のトトレレーーニニンンググしして、自然に喋るトレーニングをした、うん。そうそうそうでそこからなんとか事務所オーディションまでこぎつけたんですよ。なるほど。で事務所オーディションの時に僕が前に入っていた事務所、うん、株式会社サンデーっていうところなんですけども。もう一大 事務所ですね,ねサンディなのかサンデーなのかっていうところですけど <laughs> 僕もいまだに分かってないですけど <それ S 1> 株式会社「サンディって書いてあるんですけど <laughs> 電話出ると「はいサンデーでーす」って言うからどっちだろうっていまだにこう疑問に思ってるんですけど <laughs> もうでもそこにすごくお世話になりまして、うん、その「サンデーの」の、まあ、社長が自らアナウンサーアカデミーに来てくれてオーディションをしていくっていうのがあったんですよ。なるほどまあちょっとじゃあまた今後これはね「ンサンデー」時代がまたあるんでちょっとお話はそこでまたしたいと思いますが。はい 千人まであとちょっとです18人僕がさっきチェックした限りでは、はい、ぜひ千人まであとちょっとです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします